こんにちは。まず雑談っていうか、トークの前に日頃皆様にお世話になっているっていうのもありまして、あとふと自分の、決算報告、決算ではないんですけども、YouTube って、私も、そうなんですけども、こういった画面に、いつもこの辺りに広告が出たりとか出たりするんですけども、広告による収入が発生していたっていうことがありまして、そういった私の場合の、そういった報告をしたいと思います。やっぱり、皆様も、たまに広告が私のところにもあるので、ちょっと気に、別に、私だけの、思い違いかもしれないですけども、ただそういった感じでちょっと皆様のおかげもありますので、そういったちょっと報告をしたいと思います。YouTube って広告をつけるつけないって任意で設定することができるので、設定しないっていう設定もできます。もちろん私の動画の中にも広告を設定していない動画ももちろんあります。それでは、やっていきたいと思います。見る場合は最近こういったまた仕様が変わったらしくて、この YouTube スタジオっていうんですか、このボタンを押すと、しばらくすると出てくるんですけども、出てきましたね。こういったその統計が見られるようになっています。花が出てますね。で、このアナリティクスを押します。押して、で、その広告のところの統計を見てみたいと思います。できました。これは、ちなみに、去年の2017年の広告による収入の統計です。推定収益って書いてあるのが、この1年に1年をかけて、広告収入のそのトータルがここに出ています。円じゃなくてドルなんですけどね計算がちょっとややこしいんですけども、これを撮影している段階が9月の上旬で、ちなみに本日は1ドル110円、110.98か8か、それぐらいのあたりになっていると思います。なので、1ドル110円と換算すると、これ四捨五入して、30ドルと考えると、いくらでしょうかね。30×110、なので、3300円か3500円程度の収益がここに出ているっていう感じですね。超有名なYouTuber さんと比べると、全然天と地の違いなんですけども、こういった収益が出ていました。
まあ、もちろん次別に見るっていうこともできて、まあ、過去では、まあ、8月がこれぐらい行きました、9月はこれぐらい行きました、10月は、まあ、3ドルぐらい、11月は2ドル、12月は、まあ、塩にして3ドルですね。まあ、私の場合は、まあ、去年はまあ、少し、まあ、ポチポチと、まあ、1ヶ月に1回程度の、まあ、更新頻度だったので、まあ、少ないんですけども、まあ、こういった感じで広告収入として結果が出ています。といった感じで、まあまあ、さらっとでしたけれども、まあ、私のアカウントの決算報告をさせていただきました。いつもご覧いただきましてありがとうございます。それではトーク動画に移ります。お久しぶりです。今日は YouTuber っぽい感じで開封動画を開けてみたいと思います。Amazon です。何が入ってるでしょうか。では早速なので、ちょっと開けてみたいと思います。今回購入したのがこちら、余白の外箱ですごく見えてると思いますけども、 Amazon で購入しました。カメラの上はこんな感じになっています。こっちの方がいいですかね。で、まあ操作画面はこんな感じです。で、ボタンはこんな感じになっています。もちろん HDMI 端子ですかね。違います。あとこちらはメモリーカード、これは専用のメモリーカードがどうやら必要みたいで、まだちょっと後日追って購入しないといけないんですけども、まあこれまで使ってた SD カードやマイクロ SD カードでも、もう大丈夫そうなんですけども、私が使ってるものはどうやらちょっと容量オーバー、もしくは書き込みがもうすでにできないという状態になっている、大変古いメモリーカードになっているので、また買わないといけないので、せっかくなのでちょっと買わないといけないみたいです。そうですね、品番は、デジタルカメラルミックスで、DMCTZ85 の商品を選びました。こちらの商品はどうやら 4K のカメラ撮影ができるそうで、まあ、この時代 4K がもう主流だそうで、ちょっと綺麗な写真も撮れるということで、まあ、従来使ってた、まあ、前使ってたカメラもルミックスなんですけども、もうすっごく古い型番だったみたいで、この前カメラ撮影した時に、まあ、
たまたま近所だった方から、大変古い機種をお使いなんですねっておっしゃられてしまいました。まあ、それほどもう古いカメラをずっと使い続けてたので、まあ、新しいカメラが欲しくなって買ってしまいました。まあ、ただ、何もつかないというわけではなくて、押してみましょう。押すとこんな感じにレンズが望遠で出てきます。で、まあ、こんな感じに画面が映ります。まあ、操作はできるようです。まあ、ただ写真が、まあ、メモリーカードがないので、保存することはできないんですけども、まあ、ただ、モードを、あ、ちょっと切れちゃいましもう一回、すると出てきて、あ、ちょっと出てきましたね。これはシャッターボタンで、でもここで、まあ、オートフォーカスとか、その通常撮影とか、ビデオ撮影。で、あとはクリエイティブコントロール。まあ、例えばこう、セピアっぽい感じにしたりとか、モノクロとかにもできたりするみたいです。ちょっとバッテリーがなくなってきてるみたいなので、ちょっと映らないみたいですけども、こちらのデジタルカメラは、その 4K 撮影の他に、自動でピントを合わせる機能、プラス、この画面をタッチすると、そのところ、触れたところの、ところにピントが合うっていう機能だったり、あとは、そうですね、Wi-Fi 機能がなんか搭載されているらしく、まあ、いろんな端末にこう接続して、ちょっと、保存とかもできそうな感じだそうです。あとはそんな感じですかね。露出補正とかできたり、動画を撮るときに操作音を抑えて撮ることができたり、まあ、先ほどの 4K 動画を撮れたり、あとはですね、こちら、合成の写真ができるそうで、例えば同じ場所から撮影した画像、写真を連続して組み合わせてこう並べるっていう、並べるというか合成して作る写真ができるそうです。あとは、そうですね、なんかスマートフォンと接続できるみたいですね。まあ、どうやら、今、取扱説明書見ながら、見てるんですけども、まあ、iPhone でもできるみたいです。あとはそうですね、こちらのデジタルカメラを、買った。まあ、最大の決め手っていうのは、まあ、一番の、まあ、ISO 感度っていうんでしょうかね。一番、クオリティが高い、
まあ、一番というか、まあ、中間ぐらいのクオリティなんですけども、それでも高いISO 感度で撮影ができるということで、ちょっとこちらを買いました。まあ、感度を高くできるというのは、それだけ結構近くまで通常で撮影した写真をかなりズームアップしても綺麗に見えるっていうことができるみたいです。また追ってご報告したいと思います。では、やっとメモリーカードを購入することができたので、そのレビュー動画を上げてみたいと思います。先ほど上げたこの、デジタルカメラ、パナソニックさんの製品に対応したメモリーカードを、私はAmazonで購入しました。でも、このルミックスのデジタルカメラの対応できるメモリーカードっていうのはいくつかあるようで、SD メモリーカード、マイクロ SD カードというカードと、SDHC メモリーカード、マイクロ SDHC カードと、SDXC メモリーカードの3種類が、このデジカメに対応できるみたいです。それぞれ、SD メモリーカード、マイクロ SD カードは 512MB から 2GB、 SDHC メモリーカード、マイクロ SDHC カードは 4GB から 32GB まで対応できるそうです。 SDXC メモリーカードは 48GB、 64GB まで使えるそうです。で、このメモリーカードを購入する際に、最近はメモリーカードにも表示マークっていうのがあるそうで、ちょっと手元に取扱説明書があるんですけども、こういう表示例で、購入の際は、これを書かれた表示で買うと、この純正の、私はこの純正の、製品をちょっと選んだんですけども、これ自体がもともと 4K 撮影に対応してないといけないそうなので、通常のメモリーカードでは対応できないみたいです。昔やったメモリーカードでちょっといくつかこの端子のところでちょっと入れてみたんですけども、対応できませんみたいな感じでちょっとエラーが返ってきました。あとこの写真を撮影していて拡張子なんですけども、これまでは JPG とか動画のような感じの GIF とかいろいろ拡張子としてあるんですけども、これで撮影した場合は MPG4 でしたっけ、そういう拡張子が MP4 ですね。MPEG だったら動画撮影になって、 MP4 になると普通に写真撮影としてできるそうです。で、例えばこのクラス4、こういう C みたいな感じの表示だと、こういうちょっと初めて見る表示なんですけども、ABCH
AVCHD、 今同じく、まあ、MP4、 これだとあのどの画質設定にも対応できるみたいです。でこの、まあ、あの3でもコップみたいなマークはこの MP4 で、最後 4K フォト、フォーカスセレクト撮影時にはこの表示で、まあ、先ほども、MP4 で撮影する写真で、まあ、この商品を買うと、まあ、UHS スピードクラス3っていう、まあ、スピードクラスに対応しているそうです。で同じくこの表示で 4K フォトフォーカスと撮影時の記録放出になると、まあ、これも UHS スピードクラス3という対応になるそうです。まあ、お値段は高かったです。Amazon で購入したんですけども、1万5000円近くぐらい、まあこれぐらいの大きさのメモリーカードで1万5000円のお買い物したのはすごく初めてでした。ただすごく画質は綺麗でした。お付き合いくださいませ。今回は購入品紹介を しようと思います。久しぶりにIKEA に行ってきまして、まあ、ここは関西ということで、まあ、私は IKEA 神戸さんに出かけてきました。で、IKEA神戸さんに出かけてきたんですけども、まあ、買ってきたもの、まずはどちらから紹介しましょうか。どちらから紹介しましょうか。お皿を買いました。プラスチック製の、まあ、お皿で、まあ、いろんな英語表記とかドイツ語表記とか、まあ、やっぱりIKEA さんということで、北欧の企業さんなので、まあ、いろんなプレスベースメージが書かれてますね。まあ、確かなんか、耐熱っていうか、ある程度の、まあ、暖かさとか冷たさとかには、耐える感じの、まあ、あとは、すごく、軽さがあるので、あとまあ色合いもすごいパステルカラーと、合計6色ですかね。黄色、ピンク、グレー、ブルー、アイスブルーですかね。これまとめていくらでしたっけ。かなり安く、販売されてました。もう数百円で、200円って言っても、うーん、300円以内に収まるぐらいの勢いのお皿でした。セールです。で、お次もセール品なんですけど、こちら多分まあシリコン素材でできてると思うんですけども、このアイスキューブ、まあゼリーとかにも使えるそうなので、まあお菓子作りかもしくは何かこう、なんか作るとか、レジンとかで固めてみて、ちょっとこう外せられるかどうかで、ちょっと買ってみました。このお花形と、あとこの一つ、なんか人手形なんですけども、こういったのも買いました。裏を返すとこんな感じですかね。仕上がりイメージ、
ちらはなんと1枚あたり99円でした。ただ、まあ、持ち帰るときにあの梱包でこう、あ、グラスも買ったんですけど、グラスで巻いてた新聞紙のインクがちょっと映ってしまったみたいで、先ほどちらっと映ってたと思うんですけども、ちょっと映ってしまったのがちょっと難点だったかなと思います。色移りがしやすいっていうのがまあちょっとネックですけども、まあ、ただ1枚あたり99円だったので2枚で200円しませんでした。で、もう一つはちょっとまあちょっと高い商品なんですけども、まあ、どちらも1個あたり、まあ、300円台のお値段なんですけども、こちらグラスとちょっと陶器も買いました。カップ、まあ、コーヒーカップですかね。こちらは電子レンジとか耐熱用に対応、こちらも電子レンジ対応の耐熱用のグラス、まあ、マググラスっていうんですかね、買いました。まあ、目当てはこちらの商品だったんですけども、まあ、今回ちょっと新しく、IKEA さんカタログで、電子カタログとかでちょっと売ってたので、買いました。まあ、こういう、ちょっと音鳴らしてみますね。カップが高い音ほど、すごくいいカップなんだそうです。まあ、いいカップほど、まあ、こういう音が高いカップほど、コーヒーとか、まあ、ココアとかもそうです。かもしれないですけども、温かい商品が、温かい飲み物が美味しくいただけるのではと思って買いました。まあ電子レンジで使うかどうかわからないですけども、まあ、ある程度の厚さには耐えられるだろうなっていうことで、ちょっと専用のカップを買いました。以上が購入品の紹介動画でした。